まあ、いろいろ挑戦して、わかりました。どれぐらい勝てるのか、はい、何人抜きできるのか、王者挑戦しましょう。はい、そうね。次のあの子、はい、バスケやってんの？トミコです。トミコ、ひるんでますよ。沖縄県って結構バスケ強いもんね。その中でも1位の高校、はい、1年生、はい、1年1年の中でレギュラー、あ、違います。補欠、はい、勝負しよう。すぐ勝負した。すぐ勝負。友達、はい、2対2で勝負しようよ。あ、いいっす。どうした？あ、お母さんとかいる？いや、いないです。あ、え？あ、いないです。いない？一応親御さんに映ってもいいっていう。あ、聞いてみます。うん、聞いてみます。ちょっと聞いて。これ親 OK って、この親 OK。 富城高校1年生、はい、1年生。お名前は？荒垣亮君、はい、そして、あ、KBC 高校小浜喜多です。小浜、小浜、小浜君、小浜君で同級生、はい、で今日は野球部とバスケ部でちょっとやろうか言うて、はい、でね、じゃあ2対2で勝負してもらっていいですか？お願いします。お願いします。ガチやから。いいや、そうそう。お前も負けてられへん。あー、すいません。お前。負けてないよ。オッケー。左手。スイッチ。はい、よ。
行かれてるけどね。決定。よし。マジ一緒。はい。あ、あいつあの青い人上手なんで。いいよ、入れて。やっちゃって。どうも。二希望。オッケー、オッケー。よし。誰もう一人。オッケー、オッケー。よし。親電話は？オッケー。オッケー。誰もオッケー。じゃあちょっとここで。さあそれでは。はい。続いての対戦でございます。はい。お名前は？前城浩太です。浩太君。はい。バスケ歴は？3年何年生高2中2中2じゃあ小6から3年やってます、はい、なるほど。お名前は龍之介。龍之介君バスケ歴は4年です。4年間やってる。で同い年中3。今年中3だったんや、はい、お名前はジョーです。ジョー君バスケ歴は5年です。おーやってんな。おいくつ？中3です。中3。あ、じゃあ1年早く始めたのね。じゃあ2対2でいい、はい、3対2にする。2対2じゃあ2にしよう。オーケー。じゃあ途中で変わりそっちだな、はい、オーケー。じゃあ10点選手です。2点、はい、3点です。お願いします。はい、お願いします。よし。さあこれはちょっとレベル高いよ。きっと前はめちゃくちゃ火に上げてるもんな3人とも。いきます。早っ早っ。おーちょっと早っさあ残したよ。はい、カモン。ライオンさん2点フリースローのところが決めましたね。今ので2対0。タムさんでかい割にドリブルうまいんだよな。お、連続得点。ライオンさん4対0。頑張れ中学生。あ、ごめんなさい。あ、ごめん。決めていますがドリブルが弱いのか切り込めない。でもジャンパーが入る。今入った。入りました。あ、6-0。あ、ここで選手交代。いいっすね、バッシュの貸し合いっていいっすね、なんかね。シュータイヤーぞ。うわー、くそー。うまい、うまいぞ。早いな。うわー、くそー。うまい。うまい。ステップバックから。ステップバック使ってくる。うまい。おー、いい感じ。やすー。八か。やすー。やばい。当てるよこれ。八よ。やばい、つけてるよ。絶好調してるよ。八よね。だってあんな子供のガヤがめっちゃ洗練されてるもん。いけるぞ。何この沖縄の。いけるぞ。バスケの根付き。有名ですよ。すいません。すいません。ナサン。ナサのビハインド。ナサン。ナサ
ください。やばい、これうまい、うまい、うまい、マジうまい、やばい、なんかすごい、え、なんて86、やば、中学生の中学校、いいドライブからの、あー、すごい、すごく速いですよ、速いわ、速い、めちゃくちゃ速い、膝動かして俺らの世代もそれトラベリングやから。どうも。シューズ率が入ったりしてなんか体がごつかったからすごいと思いました。体がごつい。はい。太ってるだけ。それは太ってるだけ。オフェンスでドライブ行っても止められてカットとかされたのですごいと思いました。意外とね、意外とまあついていくんだけはね。その後少し抜かれてましたけど。最初だけでしたね。リベスちゃん。オッケー、ありがとう。ありがとうございました。サンキュー。ありがとう。ありがとう。ありがとう。面白かった。皆様、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てねー。